聖カタリナの多翼祭壇画は1320年頃に制作されたイタリアの中世の芸術家シモーネ・マルティーニの絵画である。もともとはピサのサンタ・カテリーナ教会の高い祭壇に置かれていたが現在はピサのサンマッテを国立美術館に収蔵されている。作品は聖母子の描かれている中央パネルにシマンデ・シーニーズ・メ・ピンクシットと署名されている。 作品を所有していた修道院の年代記によると、多翼祭壇画は1320年に祭壇に置かれた。それで1319年に着手された可能性が高く、この年までには完成していた。この多翼祭壇画は、マルティーニの最大の作品であり、多数の小さなパネルが含まれている。7点の主要なものの他に、15人の人物像のあるプレデッラ。 他の14人の人物像のある上段、他の人物像のある7点の戦闘パネルがあり、合計44人の人物が描かれている。中央パネルには、幼子、イエス・キリストを抱く聖母が描かれている。残りの6つの主要パネルは、左から順に、聖ドミニコ、福音記者聖ヨハネ、マグダラのマリア、アレクサンドリアの聖カタリナ、洗礼者、ヨハネ、ベローナの聖ペテロである。 人物たちはすべて金箔を張った戦闘アーチで囲まれている。聖母の上には大天使ガブリエルとミカエルがいて、その上には祝福するキリストがいる。福音記者ヨハネを除いて、六人の聖人のパネルの上に十二人の使徒がいる。プレデッラは中央に聖母と聖マルコと共に墓地にいるキリストが描かれ、左から右に聖グレゴリウスと聖ルカ、聖ステファノと聖アポロニア、 聖ヒエロニムスと、聖ルチア、聖アグネスト、聖アンブロジウス、聖トマスワクイナスと、聖アウグスティヌス、聖ウルスラと、聖ラウレンテウスが描かれている。聖人の特定化は物議を醸しており、美術館の聖人のパネルはこの記事の画像とは異なった配置となっている。ピエリーニ、マルコ、シモン・マルティーニ、ミラン、シルバーナ・エジトレ、ピアニッシモ、 ありがとうございます。